この白は、二神目シン化に分類される魚類である。東アジアの内湾に生息する海水魚で食用に漁獲される。東北地方南部以南の西太平洋、オリガ以南の日本海南部、黄海、東、シナ海、南シナ海北部に広く分布し、内湾や川口の寄水域に群れで生息する。大規模な海遊は行わず、一生を通して生息域を大きく変えることはない。 制魚は全長25センチメートルほどで、体は木の葉のように左右に平たい。口先は丸く口は小さい。背中側は青緑色で、腹側は銀白色をしている。体の上半分には小さな黒い斑点が点線状にたくさん並び、災害の後に大きな黒い斑点が一つある。また、背びれの最後の難情が糸状に長く伸びるのが特徴で。 生息域が重なるサッパなどと区別できる。春から秋には内湾でも塩分濃度が低い川口域に住み、冬には湾口部の比較的深部に移動して越冬する。群になって表中層を活発に泳ぎ回る、同じ二神目の二神やイワシほど大きな海遊はせず、有機物の多い内湾での定着性が比較的強い魚である。プランクトン植生でプランクトンを 水ごと吸い込み、エラ歯でプランクトンをこし取って食べる。産卵期は春で夕方に直径1.5ミ、mm、リメートルほどの浮遊卵を産卵する。古くはツナシといい、大友やカモチのフルータにトナナとして登場する。成長段階に応じて呼び名が変わる、いわゆる出生後の一つである。関東地方では4センチメートルな5センチメートルまでの溶魚を進行。 7センチメートルから1 0センチメートルぐらいは、小肌、1 3センチメートル程度は、中積み、1 5センチメートル以上は、この城となる。その他の地域での若菜の名前として、ツナシ、ハビロ、ドロクイ、ジャコなどがある。地元省では、この城の名称は、戦国期ごろ、つなに代わり広まったという。大量に獲れたために、芸を扱いされ、メシの代わりにする魚の胃から、 メシ大魚と呼ばれたと伝わる。これは、古くは、メシのことを、小や、孔と言い、また、雑水に入れる煮付けや寿司の上に乗せる魚肉なども、小や、孔といったところから。また、地元商や、物類商庫には、出産時の健康を祈って地中に埋める風習から、この代と言うとある。当て字でこの城を、幼子の代役の意味で、この代、娘の代役の意味で、 娘の代と書くことがある。出産時などに子供の健康を祈って、この城を地中に埋める習慣があった。また焼くと匂いがきついために以下のような伝承も伝わっている。昔ゲア国の長者に美しい一人娘がいた。日立国の国師がこれを見染めて結婚を申し出た。しかし娘には恋人がいた。そこで娘思いの親は、娘は病死したと国史に偽り、 代わりに魚を棺に入れ、死者の前で仮装してみせた。その時棺に入れたのが、焼くと人体が焦げるような匂いがすると言われた綱氏で、死者たちは、娘が、本当に死んだと納得し国へ帰り去った。それから後、子供の身代わりとなった綱氏は、この城と呼ばれるようになった。富士山の山頂には、この白池と呼ばれる夏でも枯れない池があり、山頂にある、 富士山本宮浅間大社奥社の祭人、この花咲く八姫の眷族である、この城という魚が住んでいるとされ、風神からの求婚を断るために、女神がやはりこの城を焼いて欺いたという同様の話が伝わっている。また、地理塚団には、武士は決して食せざりしものなり、この城は、この城を食うという響きを意味てなりとあり、また料理する際に、服足から切り開くため、 腹切り魚と呼ばれ、武家には意味嫌われた。そのため、江戸時代には幕府によって武士がこの城を食べることは禁止されていたが、筋目にして寿司にするとうまいため、庶民は小肌と称して食した。その一方で、日本の正月には禅に小肌の泡付けが残っており、縁起の良い魚としても扱われている。この城の漢字は、この城が秋祭りの 寿司の材料として広く使われたことから右辺に祭りとした。また冬という字を使って、この城とも書く。小肌の握り寿司沿岸漁業の定置網、差し網、地引き網などで漁獲されるが、サビキ釣りでも釣れることがある。最も漁獲量が多いのは、伊勢湾地域で、瀬戸内海西部がこれに次ぎ、九州中部がこれに次ぐ。 有明海沿岸域では1990年代後半頃から漁獲量が減っている。酢との相性が良く、新古や小肌を酢にしたものはいわゆる光物の代表であり、江戸前寿司には欠かせない寿司種として不動の需要がある。利用はほとんど寿司種に限定され、寿司に適さない制御は死魚よりも商品価値が低く、小さいほど価格が高いという珍しい魚で、特に 関東地方でこの傾向が強い。東京では、新古の初物には、1kg あたり、数万円という高値がつく。小型で身が薄く上手に捌くことが難しい上、酢や塩の加減で風味が大きく変化することから、寿司職人の技量を測る魚とも呼ばれる。寿司種以外でも酢につけて加工されたものが、一般的で、いわゆる、泡漬けもこの城の酢漬けである。 また刺身などで食べる際は、酢味噌が用いられることが多い。江戸前寿司では、新古の出回り始める夏から、秋が旬とされるが、油が乗るのはむしろ冬きで、正月料理として泡つけがある。また、有明海や八代海沿岸では、背開きしたこの城に酢飯を詰めた姿寿司がほぼ一年中、食べられている。同地方の郷土料理に三枚におろしたこの城を、 甘酢と生姜ですじめにした、このみつけがある。煮干しにされることもあり、上品な旨味の強い出汁が取れるが、流通は、極小的。家庭消費用や加熱用としては、ほとんど、流通していない。制御は、塩焼きや、唐揚げなどにもされるが、焼くと、死人を焼く匂いに煮るともいう周期がする上、小骨が多く、痛みが早いこともあり、漁獲地周辺の流通にとどまり、 むしろ多くが飼料や肥料に加工されている。この白を女野には欠かせぬ食材である。刺身、塩焼き、塩辛に料理する。ことわざに女のを焼く匂いにつられて家出した嫁も家に戻ってくるというものがあり、故郷の味とされる。毎年9月下旬には魚の需要が高まり、値段が数倍になる。日本からもこの需要期に韓国へ輸出される。 ありがとうございます。